さあ始まりました LE ピクチャーズです。今回のテーマ、まあサムネイルにあります通りですね、カイトを襲ったのは天道一子の刺客ということでですね、まあそちらを主にやっていきたいなというところなんですけれども、まあ、まずはですね、先日リベンジの第2話がオンエアになりまして、まあいろんなですね、背景であったりとか、まあ構造であったりとか、まあそういった部分がですね、明かされていきました。結構スリリングなパートもあったりだとかですね、ちょっとこう肝が冷えるような、瞬間、シーンなんかもあってですね、いや面白いですね。リベンジのこの面白さ、奥深さっていうのはですね、やっぱり終始こう重たい雰囲気の中に、新たなね、新情報であったりとか、まあここの伏線であったりとか、まあそういったところの一つ一つの部分がかなりね、練り込まれてるので、まあ見ている側としても飽きがあんま来ないっていうところはありますよね。2話のね、開始冒頭からですね、拉致されて病室のようなところでね、目を覚ました天道カイトということで、まあ髭がね、一気にね、生え伸びきっていたということで、かなりボーボーになってましたよね。まあ前回のね、描写では、カイトは全然ね、髭が生えていなかったので、こちらの描写一つでですね、あ、一気に時間が経ったんだなっていうね、時間経過をですね、視覚的にも分からせてくれました。11月がですね、第1話の、まあ時期だったんですけれども、現在4月になっているというところで、一気にね、時が過ぎ去っているということで、その間どうなっていたのっていうようなね、疑問もありながらですね、展開していくわけでございますよ。そしてカイトはね、日月に連絡をするんですけれども、今更何をというところで、まあ、拒絶されるんですよね。それがね、またちょっとこうカイトとしては、気が動転してしまうような、思わずパニックになってしまうようなですね、ことだったということで、まあそりゃそうですよね。いきなり眠らされて、まあ拉致されて、起きたらめちゃくちゃ時が経過していて、それでその間に職もね、辞めたことになっていたりとかですね、彼女の日月からは拒絶されたりとかですね、ちょっともう意味わかんねえぞと、何が起こったんやっていうところですよね。カイト側からするともうかなりね、ちょっともう理解ができない、理解不能な状況に陥っていたと。そして、このね、天道記念病院にてですね、天道一子と再び再会するわけですよ。後ろにめちゃくちゃ引き連れてですね、もうドンですよね。大ボスのこの一子と再び再会するわけです。そしてですね、この一子はですね、こんな姿でこの病院に出入りするなというところで煩わしいんだよと。もうお払い箱と言いますか、門前払いのような感じでですね、全然取り合ってくれないというわけでございますよ。いや、ここのね、やっぱり態度を見るにですね、やっぱりこのね、一子にとって、天道カイトはめちゃくちゃ邪魔なね、鬱陶しい存在なわけですよ。なので、一子によってですね、一子の指示によって誰かがカイトを襲ったということで、一子発信なんじゃないのかなと。というふうに、やっぱり考えるのが一番こう妥当なのかなと。というところはありますよね。そして、新理事のね、その新体制におきましては、一子が新理事長に就任していたということで、まあ、大友なんかもですね、理事の一員に名を連ねていたりだとかですね、かなりガラッと変わった新体制が就任して、カイトが眠ってですね、目を覚ました前日か、まあ、その日か、ちょっと焦ったんですけれども、まあ、その日から新体制があったということで、まあ、ギリギリですね、カイトが戻ったとしてももう新体制は始まっているよというような、そういった状況になっていました。まあ、そのためにですね、カイトを拉致して、眠らせていたっていうところがですね、浮き彫りに上がってきました。強力な麻酔ですね。ミタなんとかグラム、ミタゾノグラム、ミタゾノではないですね。ミタゾノはドラマですね。なんとかゾラムみたいなね、そういった強力な麻酔がですね、カイトの体に投与されていたという事実が判明しまして、カイトが眠っていた診療所はですね、20年以上前に閉業していたという事実も明らかとなりまして、そのね、投与薬に関してはですね、一般の病院では扱わない麻酔ということで、やはりね、一子が関与しているんじゃないのかなというところでですね、まあちょっと個人的には大友よりも一子なんじゃないのかなっていうところありますよね。いや、大友はね、まあその背景をですね、ありまして、カイトの父、友信が大友を病院に招聘したということで、大友はですね、大友の母をですね、術中死させてしまったのが、父の友信元理事長ということもあって、まあ、友信としては大友を気にかけて、病院にもですね、呼んでですね、働かせたと。いうところであったりとか、まあ、本当にこう、並々ならぬ関係値があって、今こうね、
乗っ取りじゃないですけれども、非常に速いスピードで出世していっているというところで、この病院内の権力においてもですね、かなり高い地位にいるよということで、まあ、なので、このカイトをですね、目の敵にして、目の上の単行部として、取り除くためにですね、このカイトを襲ったんじゃないのかなという見方もあるんですけれども、まあ、ちょっとそれはストレートなのかなと、大友よりもやっぱ一子の方が個人的には線が強くて、大友はですね、もう分かりやすいこの悪役ムーブかましてるじゃないですか。まあそれは一子もね。しかしながら大友はですね、結構ね、分けありの雰囲気というか、ちょっとこう影のあるところを演出していて、ちょっとミスリードを視聴者に誘ってるのかなっていうところはね、やっぱり拭えないんですよね。しかもね、こう、友信とこう大友の関係値的に、友信はやっぱりね、大友に対して、まあ、懇意にしていたというところで、かなり目をかけていた存在なので、まあ、父親がね、早くからいなかった大友にとってみればですね、父親代わりの存在だったんじゃないのかなということで、母親をね、術中死、まあ、させられた、当の本人が友信ということはあるんですけれども、まあ、それを差し引いても、大友からすれば友信っていうのは、非常にこう、信頼できる人物だったんじゃないのかなというね、予想をしております。なのでちょっと大友が悪、いわゆる敵っていうことはちょっとこう考えづらいのかなっていうふうに思っておりまして、まあそこら辺なんかもですね、ぜひ皆さんのコメントをお聞かせください。今後もね、多分大友のいかにもっていうね、怪しい描写を多分今後も描くと思うんですけれども、まあ結果的には敵ではないよっていうところに行き着くというふうに踏んでおります。そしてカイトの後輩である木下さやですね、これ前回の動画でさやが怪しいんじゃないのかなというね、予想を考察をさせていただきましてですね、友信を手にかけたのはさやなんじゃないのかみたいなね、そういったとんでも考察をねさせていただいたわけなんですけれども、まあ、襲ったのはさやではないのかなとかね、そういったところもね、今回考えられるのかなというところで、やっぱりね、襲うことによってですね、サヤ側にとってどんなメリットがあるのかというところで、サヤはですね、カイトに好意を寄せているというね、相関図の相関関係がございまして、眠らせてですね、カイトをですね、こう音信不通と言いますか、もう連絡を一切ね、日月と取らせないことをすることでですね、まあこう日月からすればですね、何なのカイトと。ということで、まあ、今回のような拒絶になるわけですよね。なので、木下さやにとって日月は邪魔な存在というわけで、まあ、その関係値を断ち切ることによって、よりね、そこにさらに弱みを見せるカイトに対して付け込むことによって、カイトを手に入れられるのではないかということで、まあ、さや、そして、さやとこう思惑が、利害の一致がある、まあ、天道一子がですね、タッグを裏で秘密裏に組んで持ちかけてみたいな、そういったことも考えられるのかなっていうところで、裏でこう暗躍している、まあそういったですね、考察もできるんじゃないのかなというふうに思っております。いや、ますます今後もね、見逃せない展開が続くと思われます。リベンジですね、第3話もぜひとも皆さん一緒に楽しみに待ちましょう。日々ドラマ映画情報を更新しております。チャンネル登録、高評価していただけると大変嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。